顔じゃ全然できてないですね、先生。ごめんね。最近ストレスが溜まってるみたいで全然筆が進んでないの。よし、俺と一緒に鬼怒川温泉に行きましょう。鬼怒川？なんで？俺大学の時にスキー部だったんですけど、その同窓会があるんですよ。俺が同窓会に出ている間、先生は温泉にゆっくり入ってストレスを解消してください。旅費は取材ってことで会社に出させますから。今日生ゴミの日だった。旅館の女将がすごい美人らしいですよね。本当、次回作のモデルにどうですか。温泉旅館、美人女将のみだらな生活。いいね、それ。何でこそこそ話してるの。してたやつを昨日捕まえたんだそうです。被害に遭った企業の女子高生から捕まえてくれって頼まれたって言ってましたけど、いくら頼まれたかと言ってもな、痴漢は捜査一係の範疇じゃないんだ。今に生活安全課から抗議が来るぞ。何考えてんだろ。電車から読め。何も考えてないじゃないですか。じゃないとあんな厚かましく生きられないでしょ。うん、トロいゆえに捜査引っかき回してこっちがあたふたしてる間にまぐれで犯人捕まえやって。ああ、もうそれを思い出すだけでも腹が立つ。まあそう怒るな。おかめが痴漢にかかってる間はこっちの仕事かき回さなくて済むんだし、それにそのほら痴漢捕まえたってことで生活安全課の方からおかめを欲しいと言ってくるかもしれない。そうなったらのしつけで差し上げちゃえばいいわけだし。そうか。いや、さすが課長、とっさにそこまで考えに及ぶとは素晴らしい。まあね。丸山茂雄、職業は俗に言うフリーター。間違いないのね。ああ。11月2日の午後8時頃、11月4日の午後8時頃は何をしてましたか。だから何なんだよそれ。今言った日にあの公園で痴漢にあったという被害届が出てるんだよ。全部お前だったんじゃないのか。ちょっと待ってくれよ、俺じゃねえや。じゃあどうして昨日私に抱きついたの。パチンコ向けてむしゃくしゃしてついやっちゃったんだよ。後ろ向きだったし。後ろ向き。あんたの顔が見えたら抱きつくわけねえだろ。後ろ姿でわからないの。わかんねえよ。かなり傷つきました。俺はおばさんには興味ねえ。花見月公園に出るって言われてる痴漢もそうなんだ。若い女性専門に狙って、しかもあんたが昨日かぶってたような目出し物もかぶってるし。違うって、俺じゃねえって。だから昨日はたまたまあそこに行ってついそういう気になっちゃっただけで。本当だって。昨日のことは現行犯逮捕だから認めてるんですけど、他の犯行は全面否認なんですよ。証拠は目出し帽をかぶってるというだけで犯人のアリバイははっきりしないんですか。現行犯なんだからさっさと送検しまえ。それくらい余罪は追及できるぞ。こんな痴漢なんかに手間取ってると一係りの仕事に差し障るぞ。はい、わかりました。やっぱり旅はいいね。ホッてするよ。最近ずっと根詰めて仕事してましたもんね。いやいや。おーい、アサリー、やったね、久しぶり。お前ほんとよく来てくれたな。ありがとう。お前が幹事じゃ断れないよ。でもさ、お前今相当厳しい状況なんだろう。なん、よく幹事引き受けたな。こういう状況だからこそ昔の仲間に相手になったんだよ。いろいろと話したいこともあるしさ。黒橋も神野も来んだぜ。本当かよ。神野なんて都議会議員なのによく時間取れたな。俺が声かけてくんだよ。こちらは、あ、紹介します。こちら俺が担当させてもらってる作家の桜正樹先生。こいつは同級生で。いやダメです。どうも桜です。じゃあ俺他のやつから迎え行ってくわ。あ、そうか、悪いな。じゃあ後でだ。うん、いいね、昔の友達って。でもあいつ今大変らしいんですよ。
リストラされて会社クビになって、女房と子供には逃げられて、再就職も思うようにならないみたいで。へえ。不起訴処分ってどういうことですか？お前が捕まえた痴漢は無実だと検事が判断したんだ。そんな、だって現行犯逮捕なんですよ。どうして無実なんですか？そんなこと俺聞かれたと分かるわけないだろう。とにかく東京地検城南支部の秋元検事が君のこと呼んでるんだよ。行ってこい。はい。捜査一係室から参りました桜乙女です。ああ、どうぞ。秋葉健二さんでいらっしゃいますか？この度は花水公園で起きた痴漢の件で。ああ、私は、はい、じゃあ。あ、ありがとうございます。え？秋葉は私。私は事務官の佐伯と申します。私、てっきり、すみません。いいからそこ座っておばさん。おばさんとは、あなた警察に勤めて何年？31年です。ああ、私が生まれた時にはもう刑事だったの。刑事になったのは7年前です。それまでは府警でした。東京中の警察署もあって、部署も少年課、交通課、生活安全課と、それだけじゃなくいろんな仕事しました。そんなこと聞いてないわ。31年も警察にいて、日本はおとり捜査が禁止されてるって知らなかった？知ってますよ。でも今度のこととは関係ないんじゃ。あなた、痴漢を逮捕するとき、コギャルの格好してたそうね。あなたみたいなおばさんがコギャルに変装して犯人をおびき寄せたとしたら、これは立派なおとり捜査でしょ？違います、違いますよ。被害者が若い女性ばかりなので、若い格好してた方が犯人を逮捕しやすいと思って、そんな変装するなんてこと考えていません。本当です。どうしてこう、おばさんって頑固なのかしら。もう少し頭をフレキシブルにできないかしら。風呂敷？風呂敷じゃなくてフレキシブル、柔軟にってことです。とにかく相手の弁護士がこれはおとり捜査だって言い出したら公判が維持できないの。だから不起訴にしたの。今後は逮捕の仕方も気をつけて。分かった？はい、分かりました。でも頭が固いのは検事さんの方だと思います。検事さんは調書を読んだだけで私がおとり捜査をしたと決めつけているじゃありませんか。痴漢にあった女性たちのことは全く考えないで、ただ公判が維持できないという理由だけで不起訴処分にするなんて、本当に頭がコチコチじゃありませんか。確かあなたは捜査検事さんでしたね。せっかく捜査という肩書きがついてるんですから、調書だけに頼らずにご自分の足で現場を見た方がいいと思います。そして起きしうるな判断をなさって。言いたいのはそれだけです。顔が復元されましたので、お心当たりのある方は警察まで。なんで消すんだよ。
面白いとこだったのに。なんだよ、お前たちどっかしたのか。なんでもない。あ、宴会の時間だ。行こうぜ。あ、うん、鈴木、始まるよ。じゃあどっちの味方だと思う？どっちって薄味で美味しいのね。あのガンボ。はい。犯人と被害者よ。私ね、お大根とちくわぶ。はい。犯人と被害者、もちろん被害者ですよ。犯人には弁護士がついてるけど、被害者には誰もついてないし。私の父もね、検事だったの。高校生の時死んじゃったけどね。育つの上がらない男でさ、土曜も日曜も事件のことばっかり調べてんの。その地味さが嫌でね。地味さ。高知の時に爆発したの。ありがとう。なんでそんなに地味な仕事ばっかしてんの、かっこ悪いじゃんって。そしたらね、父がポツッと言ったの。検事は犯人と被害者のどっちの味方だと思う？言われた時はね、何にも意味なんか分からなかった。だけどこうして自分が検事になってやっと分かった。そしたらね、あの親父も結構かっこいいやつだったんだなって思えて。おばさんと話してたら思い出した。申し訳ありません先生。別に気にしてないから。失礼します。お客様、お知らせも皆さんもお食
夫ですよ。起きてください、お客様。お客様。さっき鬼怒川署から連絡があってね、君の旦那は殺人容疑で逮捕されたそうだ。は？昨夜ホテルであんたの旦那と泊まり客が喧嘩になって、今朝その客が死んでたそうだ。死んでた？死因は後頭部の打撲による脳内出血。まあ酒に酔った上の喧嘩ということだから、殺人というよりは傷害致死だな。そんな、まさきさん、主人は喧嘩して人を死なせるような人じゃありません。何かの間違いです。まさきさん、決してそんな。落ち着け。だってそんなこと信じられないもの。まさきさんが人を殺したなんて、そんなこと信じろって方が無理です。そんなこと絶対ありえないもの。ジュンの手を取るとゆっくりと自分の胸に持っていった。何をするんですか先生。引っ込めようとする手をグイッと握り、サイコはさらに胸に押し付けた。ドクドクとジュンの鼓動が聞こえてくる。いや、やめてください先生。だが言葉とは裏腹にジュンの手のひらが開き、指先がサイコの乳首に触れた。サイコの体に電流が走り、熱い吐息が漏れた。先生、もっともっと触って、ジュン君。先生、ジュンの手がサイコのちぶさを握りしめ、これから起こることに大いなる期待を抱きながら、ジュンは自分の欲望に素直に従った。
ひどいこと言ったんですか、金会社のやつ。黙って調書を読んだことは悪かったけど、昨日初めて刑事を続けてきたことを後悔した。管轄外の事件を調べることはできない。ましてや旦那が絡んでるとなるとなおさらだ。どうしてもやるってんなら、あんたデカをやめるしかないな。そんな、私やめます。そしたらまさきさんを助けてあげられるかも。ちょっと待ってくださいよ、さくらさん。今問題にしてるのは長所のことなんでしょ。床に頭を打ちつけただけで頭蓋骨が陥没してるのはおかしい。何か鈍器のようなもので殴らないと陥没なんてしないって、さくらさんそう感じたんでしょ。ええ、そう。つまり他の誰かが矢田部の頭を殴って殺したってわけか。ええ。だがあんたの旦那もホテルに泊まってたんだ。旦那がやったって可能性だってある。いえいえ、まさきさんは絶対そんなこと。デカだったらみんなを容疑者として疑うのは当然だろう。今は傷害致死だが、うまくいけば過失致死で済むかもしれない。あんたは下手に動いて引っかきまして旦那に殺人の容疑がかけられたらどうするんだ。刑事辞めるって本当？うち係の連中が言ってたのよ。何かあった？はい、そうだった。それは大変だったのね。でも刑事辞めることないんじゃない？どうして？聴取読んで変だと思ったんでしょ。佐伯君、その件調べてみてくれる？わかりました。検事さん、あとは変な気を起こさないで慎重に行動すること。裁判で刑が確定するまであなたのご主人は無罪なんだから。いいわね。身分証明書から分かったんですけど、スミレ銀行中野支店勤務、倉橋守さん35歳。どうも。心臓まで
で一つきって感じですね。そんなことは分かってんだよ。誰がやったかだ。ああ、この状況からすると。すいません。この男性を病院に搬送したいんですが、ちょっと検査してもらいたいことがあるんだ。睡眠薬を飲んでるかどうか調べてもらいたい。絨毯にこぼれてたウイスキーの匂いと同じ。この布巾で拭いて洗ってかけた。おばさん、その布巾元に戻して。
現状保持だろ、現状保持。ったく。あの、これ証拠として保存してほしいんですけど。証拠？何の？絨毯にこぼれてたウイスキーをこれで拭いたっていう。それが何の役に立つの？いや、よくわからないんですけど、なんとなく気になるから。なんとなくじゃ困るんだよな。何が困るんだ？出てみろ。いえ。刑事が証拠保存の要請をしてるんだ、黙ってしてこい。刑事さん、失礼いたしました。完全に固まるまで3時間かかるわけだから、今10時45分、3時間前は7時45分に氷を出した。お客さんが来て、よっ、おウイスキー、おありがとう、悪いな、なんて言って氷を出した。ということはそれまでに15分逆算してお客さんが来たのは7時半そのくらい。私の顔に何かついてる？さすが編集者の主催ね。まさきさんもそのうち足が弱ってくるから、椅子にしようかな。ダメ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 、今そんなこと考えないの。ダメ。そういえばスキー部の同窓会で昨日は入ったんだ。それに便乗して。まさきさんはどうしたんですか？アルバム見てたの。会社の倉橋守じゃないですか。そう。そっか、大学時代のスキー部の仲間だったのか。お、綺麗な人。美人ね。浅井さんの彼女かしら。二人の仲今どうなってるんだい。意味薬も検査されました。倉橋の横で眠っていた浅井の様子はどうなんだ。病院に運ばれて2時間後目が覚めました。検査の結果、やはり血液中にアルコール反応と、ガイシャと同じベンゾジアゼピン系、副作用として記憶をなくすこともあるという強い睡眠薬というのが検出されました。凶器の文化包丁については、浅井が自宅の台所にあったものだと認めています。包丁の絵からは浅井の指紋しか出ませんでした。浅井の証言によると、倉橋が訪ねてきたのが午後7時頃。先日鬼怒川で行った同窓会の写真ができたので、みんなで見ようということになり、浅井の部屋に集まることになったそうです。写真は、同窓生で現在都議会議員の陣野誠一が午後10時に持ってくる予定になっていたそうです。なおウイスキーは倉橋が手土産として持参し、2人で飲んでるうちに眠くなり、気がついたら病院だった。倉橋が殺されたことは全く知らないと言ってます。どうだかな。二人の間には何かいさかいがあって、浅井が倉橋を刺したんだ。だったら死体は別の部屋に隠しとくんじゃないでしょうか。睡眠薬を飲まされて意識がなかったなんて、わざわざそんな面倒なお芝居しなくても。うるさいな。倉橋が浅井の部屋を訪ねることは、後から来る陣野も知ってるんだぞ。隠したってすぐバレるだろうが。少しやってますけどな。じゃあ二人はいつ睡眠薬を飲んだんでしょう。殺す前に飲ましたんだよ。ウイスキーに睡眠薬を溶かして飲ませて眠らせてから殺したんだよ。自分はその後ウイスキー飲んだんだよ。そのようなこと分かんねえのか、バカ。バカって言い方ないんじゃないですか。私だっていろいろ考えてるんだし。おい、何考えてみろ。え、ちょっと何言うんだか分かんなくなっちゃったわ。ちょっと待って。早くしろ。おかめ。おかめじゃありません、乙女です。なるほど、出せていいんだよ。ちょっと牧村君。あ、あんたさっきからずいぶんひどいこと言ってるけど、セクハラだよそれ。え、私はその、おばさん、この人セクハラで訴えてもいいわよ。そんなどうする。すいません、今ちょっとそれどころじゃなくて。忙しそうだからその話はまた後で。え、第一発見者は何て言ったっけ。
高原由紀子、都議会議員神野誠一の秘書です。同窓会の写真を持っていく予定だった神野が体調を崩していけなくなり、彼女が代わりにいて現場を発見したそうです。その高原由紀子が容疑者という可能性は？さすが検事さんですな。第一発見者を疑いというのは捜査のセオリーですからね。米田、お前広いてこい。いいな。あんた、私が言いたいこと分かりました。課長さんがおっしゃるように、浅井さんが倉橋さんに睡眠薬入りのウイスキーを飲ませて殺したとしても、その後浅井さんはどっちのウイスキー飲んだんですか？どっちのウイスキー？瓶に入ってたのはスコッチウイスキーなんですけど、絨毯にこぼれてたのはカナディアウイスキーなんです。瓶に入ったのに決めただろう。もう瓶の中身は、ちょっと待って、絨毯にこぼれてたウイスキーが何？現場にあった瓶はカナディアウイスキーの瓶だったんですけど、中身はピートの香り。カナディアンウイスキーはピートの香りはしません。ピートの香りがするのはスコッチウイスキーなんです。ですからね、瓶の中身はスコッチウイスキーで、絨毯にこぼれてたのはカナディアンウイスキーなんです。それと台所に干してあった布巾にはカナディアンウイスキーの香りがしてました。だから絨毯にこぼれたウイスキーを拭いて、そして洗って干してあったんだと思います。つまりウイスキーの中身を入れ替えたってこと？はい。さて、誰が入れ替えたんでしょう。ああ苦しい。いや、そんなこと私だってやってるよ。我が家も海外旅行のお土産にもらった高級ウイスキーのボトルに安いウイスキー詰め替えて飲んでる。せこいことやってんだ。まあウイスキーの中身を誰が変えたかってことを今ここで議論してもラジが開かないし、これは捜査が進む段階で考えていきましょう。とりあえず部屋の中から発見された指紋は浅井、倉橋、高原由紀子、この3人のものだけであるということ、それと包丁からは浅井以外の指紋が発見されてないということから考えて、今のところやはり容疑者は浅井でしょう。浅井と倉橋の間に一体何があったのか徹底的に聞き込みをした方がいいと思うんですけど、いかがでしょう？と検事さんがおっしゃっておられる。みんな頑張ってくれ。マンションの書斎のデスクの引き出しで発見されたものだ。まあ、俺知らないよ。おぼけるな。あんた、この睡眠薬をウイスキーに溶かして倉橋さんに飲ませ、台所にあった包丁で倉橋さんを刺したんだ。そして後で睡眠薬を自分で飲んで、誰かに二人とも眠らされたように見せかけようとしたんじゃないか。違う、俺はそんなことしてない。本当に何にもしてないんだ。殺してない。ありがとうございます。工藤さん、私どうしても浅井さんが犯人だと思えないんです。もうすぐ神野さんが来るのが分かっていて倉橋を殺すなんてこと。睡眠薬も納得できませんよ。どうしてウイスキーの中に睡眠薬が入っていたのか。そうそうそう、課長は犯行を隠すための工作だって言うけど、俺の経験じゃ人を殺したやつの言い訳は大体正当防衛だ。睡眠薬を飲んで寝てたなんて言うのは聞いたことがない。そうですそうです、やっぱり工藤さんはいいこと言うな。何感心してんだ。お前は第一発見者の高原由紀子の聞き込みしろって言われてんだろ。あ、そうだった。行け、さっさと。そんな言い方しなくて。行ってきます。米田さん、私も連れて行け。はい。やめてくださいよ、桜さん。誰も変に思わないわよ。あ、あそこですね。どういうご用件でしょうか。私の知っていることは全部お話ししたはずですけど。申し訳ありませんが、もう一度聞かせていただけないでしょうか。話してるうちにまた何か思い出すってこともありますでしょ。そうですか、わかりました。どうぞ。すいません。どうぞ。浅井さんのマンションに到着したのは何時頃でしたか。ええ、着いたのは10時少し前です。ここを出たのは何時頃。9時少し前です。先生と浅井さんの約束では午後10時にマンションに伺うことになっておりました。ですから先生は9時にここを出る予定だったんですけど、夕方から急に具合が悪くなってずっと奥で寝てらしたんで、私が先生に言われて代わりに写真を届けることになって事務所を出たんです。あ、先生、警察の方です。
川東署捜査一係桜と申します。同じく米田です。神野です。今日はどちらの事件でいらっしゃったんですか。矢田部の件ですか、それとも倉橋の。ああ、二人とも友達でしたね。ええ。あ、今日は高原さんにお話を伺いたくてお邪魔しております。ああ、そうか、玉川東署ですもんね。倉橋の件ですね。本当に気の毒なことになってしまって、今も倉橋の家に行ってきたところなんです。あ、そうですか。こちらへどうぞ。高原君もどうぞ。あの、高原さんの話だと神野さんは昨日の夕方から気分が悪くてお休みになってたそうですが最近選挙のことで忙しくて疲労が溜まっていたんでしょう。急にどうしようもなくだるくなってこの部屋で寝ていました。何時頃からですか。何時頃だっけ。工場建設の田中社長がお帰りになったのが6時で、その後すぐに気分が悪いとおっしゃってそうそう、6時過ぎからこのソファーで寝ていました。倉橋たちと会う約束をしていたんですが、どうにも具合が悪くて。彼女に写真を届けてくれるよう頼んだんです。6時過ぎからね。そうですか。あの秘書は秘書ですね。あそこの事務所から浅井さんのマンションまでは車で1時間弱。彼女と神野さんの証言だと、彼女が事務所を出たのは9時前だとすると、マンションに着いたのは10時前。死亡推定時刻が8時から9時の間だから、倉橋を殺すのは不可能です。聞いてますか、桜さん。え、どうかしたんですか。ううん、みんな友達なんだなと思って。友達。そう、矢田部さん、倉橋さん、神野さん、それと浅井さん、短い間に4人のうちの2人が死んじゃったのよ。でも鬼怒川の方はご主人が。ああ、でも向こうは傷害致死で、こっちは完全なる殺人事件だし。いや、2つの事件がどうも引っかかるのよ。行ってみない。どこですか。矢田部さんの部屋。え、ね、行きましょうよ。ひどい部屋。やばいですよ。監禁に嘘ついてドア開けさせて。鬼怒川署に知られたら、さくらさん本当刑事やめなきゃいけなくなりますよ。その時はその時、何かないかしら。うわ、臭い。男の一人住まいってこうなの。まあ、いやね、不潔。何かないかしら。男臭い。米田さん感じないわね。ええ。何かないかしら。栃木日報ってこれ栃木の新聞でしょ。あ、さくらさん、ダメですよ、勝手に触っちゃう。大丈夫、大丈夫。なんでこれはこんなの。ひと月分もあるわよ。出張かなんかで行ってたんじゃないですか。そんなことない、矢田部さん、リストラされてるんだから出張なんてないわよ。ちょっと切り抜きがしてある。何か事件があったのね。まったく持ってきちゃうんだもんな。やばいっすよ。工藤さんには内緒にしといて。面白いことだからの。付近に残ってたウイスキーから睡眠薬が検出された。なんとなくっていうあんたの勘が当たってたな。じゃあ絨毯にこぼれたウイスキーにも睡眠薬が溶けてたわけだから、最初にボトルに入ってたウイスキーにも睡眠薬を入れてあったってことですよ。それが何かの拍子に倒れて中身がこぼれ、犯人は代わりにスコッチウイスキーを入れて、その中にも睡眠薬を溶かした。あのカナディアンウイスキーは倉橋さんがお土産に持ってきたもんでしょう。ただし倉橋はウイスキーに睡眠薬が入ってるの知らなかったはずだ。知ってれば飲んでるはずねえからな。誰がいつどこでどうやってウイスキーに睡眠薬を入れたか。何。あ、それはあの栃木日報地方紙じゃないの。ここで見つけたの。矢田部さんの部屋で、これこんな切り抜きがしたんです。あ、ガサ入れしたの。いや、家宅捜査じゃありません。ちょっと寄ってみただけです。だって矢田部さんは浅井さん、倉橋さん、神野さんとお友達だったし、友達4人のうちの2人が短い間に死ぬなんて
ちょっと変だと思ったから。それで令状もなしに、鬼怒川署に断りもなしに勝手に上がり込んで持ってきたわけだ。何度言ったら分かるんだよ。ちゃんとした手順を踏まなきゃ証拠にならないって言ってるだろ。証拠？じゃあ工藤さんも何か引っかかってるんですね、矢田部さんと倉橋さんの死に。そうは言ってねえだろ。だけどどんな記事が出てたのか一応新聞社に問い合わせてみろ。本当に倉橋殺したりしてませんよ。分かってるわ。私はあなたの無実を信じてますから。奥さん。だけどね、この事件を解決するためにあなたにも協力してもらわなければいけないの。いい？はい。あのウイスキーのことなんだけど、本当に倉橋さんが持ってきたの？ええ。高いの持ってきてやったぞってすごく自慢げに。おお。おぉ、すっごい袋に入ってる。デパートで買えば3万以上するの。今日はとことん飲むからな。おぉ。カナディアンウイスキーの20年本か。別に、俺さ、いつもスコッチばっかり飲んでるから、ちょっと匂いがいいかな。おい、匂いだけだぞ。まだ飲むなよ。わかってるよ。おぉ。やっぱりいい香りだな。だろ？ウイスキーはどんな香りがしたの？やっぱりカナディアンウイスキーの香りがした。はい。ウイスキーをこぼしたのは誰？そんなもったいないことしませんよ。じゃああなたはこぼしてないのね。もっとも途中で眠くなっちゃったから。あなたと倉橋さんはどっちが先に眠ったのかな？どっちだろう。俺がうとうとしたときには黒橋もこっくりしてたような気もするし。浅井さんはいつもスコッチウイスキーを飲んでるって言いましたよね。そうです。実は桜先生にスコッチの味を教えてもらったんです。ピートの香りがたまらないんだって。先日も先生に1本いただいて。でも浅井さんの部屋にはスコッチウイスキーのボトルはありませんでしたよ。いや、そんなはずないですよ。先生にいただいたのがサイドボードにあるはずです。大事に取ってあるんだから。待ってて、浅井さん、あなたの無実は絶対に証明してみせます。だから気を落とさないで。いいわね？はい。まさきさん。ただいま。それより矢田部も殺されたとなると
らだいぶ状況が変わってくるぞ。連続殺人、よしこれ急いで分析するよ。監視に寝ることができます。何かしら、あら、栃木日報切り抜かれた記事だわ。南大山山中で女性の白骨死体。白骨死体、ごめんね、まさきさん、帰ってきたばかりなのにゆっくりできなくて。いや、それは構わないんだけどさ、みんなに見つめられるとまた取り調べを受けてるみたいでさ。で、どうだったの？4人の関係は昨日までどんな感じだった？どんなって言われてもね、俺は同窓会に出席してたわけじゃないし、あ、でも矢田部っていう人はなんか酒癖が悪かったな。どんな風にですか？みんなからのけ者にされている感じで、だから余計絡んでいくっていうのかな、なんか寂しそうでね。いたいた、見つけたぞ。お前らこそこそ逃げてんだ。逃げちゃいねえよ。お前は幹事だからさ、他の奴らの世話もしなきゃいけないと思って誘わなかったんだよ。そうかねんとか言っちゃってこっそり宴会に濡らしやがって。相変わらず酒癖悪いな。せっかくみんな揃ったんだからさ、楽しくやろうぜ。あ、こいつ全部じゃないだろう。もう一人大事な人がいたんじゃないですか。まあ、さあ、いやだめ、その話はやめねえよ。どうしてだよ。お前、ピアコのこと忘れたのか。忘れてないから。貴様、同窓会に来なかったし、俺たちにも連絡しなかったんじゃないのか。それが喧嘩の原因っていうか、浅井君にとってはそれが相当嫌な思い出だったみたいで。それは他のメンバーとも共通の思い出かもしれないな。やっぱり女の人が絡んでる。あ、その女性って小笠原さん、浅井さんの部屋にあったアルバムに綺麗な人の写真があったじゃないですか。あの人じゃないですか。そうか、浅井さんは彼女を誰かに取られたのよ。だから苦い思い出があって。カナディアンウイスキーのボトルの中に入ってたウイスキーは、あなたのご主人が浅井にプレゼントしたスコッチウイスキーと同じものが入ってたのね。はい、それと付近についていたウイスキーはカナディアンウイスキーであることが確認されました。そしてそのウイスキーからも睡眠薬が検出されました。ってことは浅井が倉橋を殺すのは不可能ってことになるわよね。ねえ佐伯くん。そうですね、自分も睡眠薬入りのカナディアンウイスキーを飲んでフラフラなのに、倉橋を殺し、床にこぼれたウイスキーを拭いて、中身をスコッチウイスキーに入れ替え、睡眠薬を溶かし、残った睡眠薬を書斎に戻して、で、戻ってきてやっと眠り込んだってことになりますからね。はい、そうなりますよね。不可能極まりない。オッケー、浅井は釈放。ありがとうございます。でも他に犯人の目星はついてるの？はい、そのことなんですけど、鬼怒川の矢田部さんが殺された事件に何か関係があるんじゃないかと。やっぱりあれ殺人事件だったんだ。再捜査をするように検事さんが手を回してくださったんですね。さあね、向こうの検事がたまたま大学時代の先輩だったんです。というか学生時代の恋人だった。余計なことは言わないで。ありがとうございました。おかげで主人が無事帰ってきました。本当に本当に本当に、このお礼はいつかきっと。ちくわぶと大根とガンモでいいわ。はい、この事件が解決したらまたあの屋台に行きましょう。お安いご用。あの、話がそれてませんか。あ、そう、あ、で、鬼怒川の事件とこっちの事件とどう関わりがあるって？これ見てください。何？浅井が釈放？はい、秋葉検事からの書類です。ま、秋葉君、すぐ手続きしなさい。ありがとうございます。なんとお礼を言っていいか。いえいえ、お礼なんかいいんです。それよりちょっと話を聞かせてくださいませんか。この女性のことなんですけど。これは
ごめんなさい、勝手に持ち出して。今度の事件はこの女性が絡んでるんじゃないかと思って。美和子はもういません。いない？13年前に失踪しました。失踪？大学4年の時です。忘れもしない昭和63年12月17日、あの日は蓼科にある神野の親父さんが持ってる別荘へみんなで行くことになってたんです。みんなというのは神野、倉橋、や田部、浅井さん、それとその写真の女性ですね。そうです。あ、彼女篠原美和子と言います。渋谷で待ち合わせして神野の車で行くことになってたんですけど、俺のおじいちゃんが危篤になっちゃって、まあ回復したら後から行くって神野に連絡したんです。後で神野に聞いたんですけど、美和子は俺が行かないことを聞いて自分も行かないって言い出したそうなんです。あなたと美和子さんは恋人同士だったんでしょう？はい、将来結婚しようと思ってました。だけど美和子はあの日以来きっつりと消息が分からなくなって。捜索願いは出したんですよね？もちろんです。結局見つかりませんでした。美和子さんを好きだった男は他にもいたんですか？みんな好きでしたよ、特に神野は。3年の合宿の時に美和子のことで神野と殴り合いになったことがありました。13年前の12月17日から浅井さんが抜けて、あとの3人の男と美和子さんとの間に何かがあったんですよね？矢田部も殺され、倉橋も殺された。きっと13年前のことに関係してるな。となると犯人は神野ですか？しかいねえだろう。でも動機がはっきりしないじゃないですか。13年前の何かだけじゃ神野追及できませんよ。とにかく失踪された日のことを話していただけないかと。美和子のこと？はい。どうして今頃になって？倉橋さんが殺された事件と関係があるのではないかと。ずいぶんと昔の話ですからね。あの日は確か、私の父の別荘にみんなで行くことになっていて、渋谷で待ち合わせをしました。ところが浅井のおじいさんが危篤になって浅井が行けなくなったんです。それを聞いて美和子も行かないと言い出して仕方がないので私と矢田部と倉橋と男3人で別荘に行きました。美和子に会ったのは結局それが最後でしたね。そうです。倉橋さんとは大学を卒業されてからも付き合いがあったようですね。倉橋の勤めていた銀行がうちのメインバンクですから、私の代になって倉橋に土地のこととか投資のこととか主に資産面を見てもらっていました。スミレ銀行の支店長に聞いたら、倉橋さんクラスの立場で神野さんの資産運用をするのは珍しいと。普通なら部長クラスの人が担当するそうですけど。そこは同級生のよしみってやつでしょう。今のうちに協力しておけばあいつが出世をした時に融資とか受けやすいでしょう。他に何か？いえ、もう結構です。お忙しいところありがとうございました。お役に立てましたかどうか。失礼いたしました。ご苦労様です。神野先生はウイスキーがお好きなんです。
として印鑑をカナディアンウイスキーのボトルを入れる袋に入れてらしたから。ああ、あれですか。大きさがちょうどいいとおっしゃって。なるほど。今度うちもそうしようかしら。いや、ダメダメ、印鑑そんなキャラキャラ入れるほど持ってないもの。サラさん、そろそろ行きましょう。はい、行きましょう。失礼しました。失礼します。ヒヤヒヤしましたよ。ウイスキーの袋のことを突然言い出すんですから。多分あのカナディアンウイスキーはジンノが買って倉橋に渡したんだな。ええ。だがどうやって中に炭薬入れたんだ。それなんですよね、問題は。こんにちは。こんにちは。検事さんに白骨死体のことをお話ししたんです。そしたら栃木県警に問い合わせてくださって。白骨死体の顔が見忘れたっていうから取り寄せたの。佐伯くん、皆さんにお話しして。これですね。誰かに似てない？これって篠原美也子さん。そう。私は都議会議員ですよ。それとも私がやったという証拠でもあるんですか？
あります。
屋には入るなんておっしゃって。見てないんですね。はい。この部屋は、このドアを開けると非常階段があって外に出られます。午後7時ちょっと前にここを出て浅井さんの部屋に行ったのは8時前。ちょうど2人は睡眠薬入りのウイスキーを飲んで寝入ったところです。倉橋さんを殺してここへ戻ってきたのは9時少し前。ずっと寝ていたふりをして、どうしても気分が悪いから代わりに行ってくれと高原さんに写真を持たせた。そして死体を発見したんです。睡眠薬はどうするんですか。ウイスキーには封がしてあるんですよ。ほら、このボトルにも封印がしてある。この封印を切らずにどうやって睡眠薬を入れるんですか。米田さん、お願いします。はい、すいません、ボトルを貸してください。カッターナイフで西目に沿って封印を切る。そしてコルクを抜き、中に睡眠薬を溶かし込む。そして瞬間接着剤で。元のように。封印をくっつける。簡単じゃないですか。バカ、私がそれをやってて証拠はない。浅井さんの部屋のゴミの中から見つけました。裏に指紋が一つありました。調べたら、神野さん、あなたの指紋でした。
Algeria. Lage nahi kahi ho najariya lage nahi kahi ho na Thank you.